ございます、クッキング。今日やる料理はね、はい、椎茸ちゃん。なんかもう椎茸めっちゃ安く売ってたんで、もう椎茸ってことで、まあ、肉詰めやっちゃいます。はい、調理スタート。はい、今日のね、材料説明いきますね。はい、椎茸1パックね。はい、それからね、豚のひき肉 200g。あと、これね、玉ねぎみじん切りにしときましたよ。これ、だいたい4分の1ぐらいかな。あと、卵1個。まあ、このぐらいかな。はい、こんだけでーす。はい、じゃあね、早速ね、調理の方行ってみたいと思います。この椎茸ちゃん、美味しそうですね。最近、ほんと、椎茸ね、もう100円ぐらいで売ってたりするからね。めっちゃ今が椎茸を食べる頃ですよね。よしと。はい、そしたらね、ここの、まあね、肉詰めするんで、ここのところね、軸こういうふうにこうちょっと取って、はい、こういう感じで軸取っちゃいます。はい、そしたらね、このね、軸のね、先っちょだけはちょっと硬いんで、これだけ取って、はい、そしたらね、このね、風とか取って、あとはもうこれ食べれるんで、これをね、細かくして、これもね、中入れちゃいますよ。こんな感じで軸も細かく切ります。はい、軸ね、こんな感じでね、細かく切りました。はい、そしたらね、はい、種の方いきますかね。はい、じゃあね、これね、豚のひき肉ね。はい、200g、はい、ポン入れちゃって。はい、そしたら、はい、これにね、どんどん入れていっちゃいます。はい、玉ねぎみじん切りね。はい、これ入れて。はい、そしたら、この、今切ったね、軸の方ね、軸の方も入れて。はい、そしたらね、これに味付けいっちゃいます。はい、まずね、はい、はい、塩、はい、はい、はい、塩、はい、胡椒、はい、塩胡椒ね、はい、それに、はい、卵ね、卵1個ポン入れちゃって、はい、ポン入れて、よし、はい、そしたらよく揉みます。さあ、しっかりね、練り上げたらね、はい、ここにね、片栗粉だね、片栗粉、はい、大さじ2杯ぐらいかな。まずちょっと大さじ2杯ポン入れて、はい、またさらに揉みます。卵がつないでくれて、で片栗粉でね、こう緩いのを止めて、いい感じに、はい、こんな感じで、はい、種の完成です。はい、そしたらね、しいたけちゃんはね、こう何でもいいから、こうちょっとビニール袋にこう入れて、はい、そしたらね、片栗粉をちょっとね、はい、ポンってちょっとね、大さじ2杯ぐらいかな、このぐらいこう入れて、はい、シャッフルしまーす。はい。シャッフル。ほほー。よし、こんな感じでー。はい。片栗粉がしっかりまぶりましたね。はい、こんな感じね。もう裏も表も片栗粉だらけでーす。はい、こんな感じでね。まあね、この裏側、これが接着剤代わりになるし、こっち表の方もね、片栗粉ついたことによって、タレが絡まりやすくなるんでね。こんな感じで全部まぶしちゃって大丈夫ですよ。はい、このままもう袋入れちゃって超簡単でーす。はい。よし、はい、こんな感じね。はい、こんな感じ。はい。そしたら、今度これに、さっきのね、種詰めていきます。よし、さっきのね、種を、よいしょと。はっ。おー、いい感じ。もう、たっぷり入れちゃって大丈夫ね。はい。はい、こんな感じで、はい、詰めました。はい、そしたらね、なんかね、どうもね、種の方は余っちゃいましたね。そうだね、これ200g ちょっとあったんで、あれですね、この分量だったら 100g でもいけたかもしれないですね。でね、こっちはね、またね、肉団子にしたりとか、まあ、今日ちょっとピーマンとかなかったら、ピーマンに詰めてもいいですしね。まあ、こっちはちょっと半分残っちゃいましたけど、まあ、ってことは、このね、1パックぐらいだと、ひき肉は 100g ぐらいで済みそうですね。はい、そんな感じです。はい、そしたらね、このね、肉の方にもね、パッ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 とね、ちょっとだけね、こうやってこんな感じで、はい、片栗粉まぶします。はい。よし。はい、こんな感じで、はい、下準備完成です。はい、そしたらね、種の方はもう完成したんで、今度ね、タレの方ね、作っておきますね。タレの方、今日ね、ちょっと照り焼き風のタレにしますね。はい、醤油大さじ2杯。はい。お酒大さじ2杯。はい。はい、みりん大さじ2杯。はい、お砂糖は大さじ1杯。はい、こんだけでーす。はい、これで照り焼きのタレ完成でーす。はい、じゃあね、早速ね、調理の方行ってみたいと思います。はい、まず、油大さじ1杯ね。はい、そしたら、ぴょーんってこう、ちょっとなじませて。はい、そしたらね、さっき作ったね、この椎茸の肉の方を下に置いて、こう焼いていきます。はい。
蓋をしてじっくり蒸し焼きにしていきます。はい、火加減は弱火ですね。弱火でじっくりいきます。はい、じっくりね、大体ね6分ぐらいかな。ちょっとね片面焼きましたね。ちょっと見てみようかな、どんな感じかな。ほっ、おー、いい感じですね。じゃあそちらね、こうやってひっくり返して椎茸の方も焼いていきます。はいはい、その時ね、ちょっとね、下の方はね、ちょっとね、焦げ付き防止で、このね、お酒、日本人ちょっとお酒一杯分ぐらいが入れて、2杯ぐらいから、バー入れて、はい、そしてまた蒸し焼きにします。はい、ちょっとね、裏面もね、ちょっと5分ぐらい経ちましたよ。どんな感じかな。ああ、いい感じですね。ああ、いい感じですね。なるほど。よし、そしたらね、ちょっとね、指で触って、こう、ああ、いい感じです。これはもう弾力がもうポーンと跳ね返るような弾力になってたら、大体火が通ってるんで、はい。そしたら一回こう返してね。あー、いい感じですね。よし、はい。さあ、そしたら肉をまた下の方にして、はい、先ほどね、あらかじめ作っといた、はい、照り焼きのタレを、はい、投入します。はい、こんな感じでね、アルコール分が飛ぶま、飛んで、照りが出るまでしばらくこうやってね、焼いていきます。はい、こんな感じでね、タレの方がアルコール分が飛んで、照りが出てきたら、はい、完成です。そしたらね、はい、で、今出来たてのね、はい、肉詰めちゃんを器に持っていきたいと思います。はい。よいしょ。よし、はい、そしたらね、最後ね、照り焼きちゃんのタレをたっぷりかけて、わーい、わー、美味しそう。はい、たっぷりかけて、はい、そしたらね、仕上げにね、ちょっとね、万能ネギなんかちょっとね、こうね、彩りにこうちょっと添えて、からごまだね、ごまもちょっとチラチラって、はい、こんな感じでね、はい、あー、きれいきれい。よし、はい、そしてね、はい、盛り付けで完成しました。今日の簡単料理ね、椎茸の肉詰めの完成でーす。おいしそう。よし、じゃあね、早速ね、食べてみたいと思います。よし、こんな感じだよ、こんな感じ。よいしょと、はい、見た感じ、今日の感じはこんな感じ。綺麗に取れてますかね。はい、よし、さあ今日はこの椎茸の肉詰めを、おかずにいっぱいやりたいと思います。はい、チューハイタイム。皆さん、今日もお疲れ様でした。乾杯。あー、もう美味しい。毎日楽しい。最高最高。よし、じゃあね、早速ね、食べてみたいと思います。もう本当にね、このもう見た目ほんとマジで美味しそうですよね。はい、まあね、椎茸が今ほんと安くてね、美味しい時期になってきたので、ではね、今日のこのテリテリ具合、じゃあいただきます。美味しい。もう最高ですね。これはもう見た目ね、まあちょっと食べたあれなんですけど、断面こんな感じ。もうね、もうなんていうか、椎茸バンみたいなね、もう照り焼きのこの甘辛い味にはめちゃくちゃ合ってますし、もうふっくら上がってますね。もうあの焼く時にね、蒸し焼きみたいにしたんで、あ、結構ね、こうふっくら、もうね、あの椎茸の良さがね、すごいよく出てます。いただきます。たまんない、これ。もうほんと今ね、椎茸ほんと旬なんで、でね、まあね、このビジュアルなんでね、まあね、当然ね、もう、なんていうの、お弁当のおかずにもいいですしね、もうほんとご飯のおかずにも、おつまみにも最高です。今日の今のね、あの椎茸、すごい美味しいんで、皆さん興味があったらやってみてください。今日も椎茸の肉詰め大成功でーす。皆さん、今日もご視聴ありがとうございました。